兄貴遅かったですね会場一通り見てきたけど警備相当やなあれは近づくんも一苦労やでそれだけじゃないっすよ仮に誘拐がうまくいったとしても当然追っ手が来るでしょうし警察も動き出すはずです問題は山積みですよ無茶は承知の上 追手が来たらそん時よそん時片付けるまで俺は何としても兄弟が死んだっちゅう話の真相を知りたいわかりましたすまんの何がですか俺のわがままに付き合わせてしもて <laughs> そんな刑務所でも雪山でも俺を助けてくれたのは兄貴じゃないですか 受けた恩今度は俺がお返しする番なんですから <laughs> そんなことを気にしないでくださいそうか大きになそれよりも兄貴誘拐のヒントになりそうなもの何か見つかりましたかそれなんやがどうやって来た方に近づけばええんか正直見当もつかん <laughs> そうですか なんとか気づかれんように近づく方法を考えんとな兄貴俺思い出したことがあるんでちょっと出てきますどうしたんや急にいえ大したことじゃありません兄貴は先に休んでください おはようございますニキおう帰ってたんやねはい遅くなってすいませんでしたさてとこれからどないしようか今日はおそらく大変な騒ぎになると思います何か必要なものがあれば今のうちに準備を済ませてしまいましょうせやなじゃあおのおの準備を済ませて昼前にここに集合 ということで分かった